どうも、カイドウアスカです。姫たち、元気にしてた？待ってました。いや、ちょっと待って、歌舞伎みたいになってるから。そういうのいらんから、カナタ。ほんまに姫たち、元気やった？ごめんね、遅くなっちゃって。いや、それにしてもさ、やっぱり姫たちとこうやって会えるのめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうね、姫。いや、なんかあれやね、ちょっとこう久しぶりすぎてさ、なんか変な汗かいてくるよね。ほら、気づいてた？もしかして姫たち、そう、これ久しぶりにね、姫たちも見たと思うけど、夏服、夏服。まあでもやっぱちょっと梅雨とか入ってジメジメしてるから、まあ今夏服はすごいありがたいのよ。まあじゃあ最初はイングリッシュアスカをしたいと思います。イングリッシュアスカ、レッツスタート、プレイボール。It's fish. Fish. Fish name. Fish name. Fish is Nia Nia Yo-Yo Fishing. Nia Nia Yo-Yo Fishing. Hint 2. Hint 2. Hint 2. Sometimes body is many many pen. Pencil. Sometimes many many pencil. Very very hint.It's delicious menu is techiri. Okay, techiri. What? Fish name, come on. さあ、姫たち。さあ、姫たち。お、来てるね、来てるね、結構。フグ、フグ、お、フグ。フグ。そう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 。お、ハリセンボ。なんやこれ。これでフグって読むんかな。川、あの山水の方に豚で、これでフグって読むんかな。フグ。そう、正解はフグ。まあハリセンボンでも正解としましょう。オッケー、じゃあ姫たち、当たった姫たち。ハリセンボンとフグって違うん？まあ一緒やろ。見た感じ一緒やし、一緒で。姫たちは今どこで配信聞いてくれてんのかな？どこで配信聞いてくれてんの？お家？それともベッド？はたまたトレイン？電車乗ってる感じ？お家だよ、ゴロゴロしてるとか。おお、トレインですって。そしてお風呂、お風呂、お風呂なんや。ネクスト、ネクストは姫たちの世の中の疑問、世の中の疑問を何でもいいからコメントで送って、俺が答えてあげる。世の中の疑問、何でもいいよ。何想像したって、いや、ノーイメージやから、何もしてないから。ちょっとこう眩しかっただけ。七夕の先、半袖は何月何日からですか？まあ半袖っていうのはまあ五分丈とか言うから、まあ5月5日から5日ぐらいからじゃない？まあ人によるね、人によりけり。レナ、なんで学校って髪の毛の校則があるんって。そうやね、やっぱ大人の社会に出るとルールっていうのがあるやんか。そのルールの練習って感じかな。そういうことやと思う。まあ分からんかったら姫たち、校長先生に電話して聞いてみて。じゃあラスト、えのき爆食いしたい、スイカはなんでお風呂で冷やすの？かなたにクエスチョンして、かなたに聞いてみて、かなたに。じゃあラストは、まあ久しぶりやし、姫たちに言ってほしいセリフ、一人だけ限定、言ってほしいセリフをパッと選んでカメラ目線で言うから、しっかりと見といてね。じゃあどれにしようかな。あ、じゃあもうシンプルに、シンプルにこれでいきたいと思います。しおりからいただいた。いくよ姫たち、愛してるよ。じゃあね。どうもー姫たち、元気やったかーい。ピメたちー、元気やったかーい。元気やったかーい。みんな、お久しぶりぶりやね。お久しぶりぶりやね、ぶりぶり。お久しぶりぶりやね。え、いつぶりかピメたち知ってる？なんとね、このね、配信を、いつもラジオ放送はしてたんですけども、こうやってね、
ちゃんとみんなの目の前に来れるのは3月27日ブリブリやねんて。そうそう、今日ブリブリしてるで。近い近い、あ、ごめん、近いな。今日もね、いつも通りね、毎日記念日っていうのしようかなと思ってるんやけど、いける？でね、今日はね、なんと恋人の日でございます。イエーイ。ピメとアスカナの日やね。ピメ姫とアスカナの日っていうことよね、こういうのね。そうそうそう。ねえね、この恋人の日に何するかっていうとね、恋人同士でフォトフレームを送り合うなんか習慣があるらしいんよ。そう、写真を送り合うみたいな感じなんかな。そう、写真を送り合う。だからさ、恋人同士や、だからね、なんていうの、送り合う写真、俺さ、いっぱいアスカの寝顔とかさ、いっぱいあるからね、欲しい人おる？いっぱい寝顔シリーズあるよ。半目シリーズも、そうそう、アスカってね、寝るとき半目やしね、あとはね、寝相シリーズもあるからね、非常口っていうのもあるし、この大の字もあるしね、そうそうそう、ある、いっぱいあるからね、だる、だるいただきましたイエーイ。あとはね、日記の日。ピムたち日記の日よ。ピムたち日記つけてる？俺は、その、なんていうんやろ、その料理、毎日、アスカとアスカに料理作ったり、そう、毎日作ってんねんけど、その料理の、なんていうの、美味しかったやつをこう、乗っけてる日記帳があるのよ。やっぱりアスカってね、顔にすぐ出るからね、めちゃくちゃ美味しかったらすんごいニカーってすんだよ。ニカーって。ニカーってするからね、その顔の、数、5が満点やねんけど、そう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 。アスカの、この顔の数で美味しさが全部違うみたいな。そう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 。でも人によってね、美味しさって味覚が違うからね。そうそう、アスカの顔いつも描いてる、何個か。久しぶりの通常配信、夏服の二人はもちろんですが、姫ピメからのギフトという名の愛を受け取る光景が見られることもとても嬉しいですよ。で、ありがとう。そう、夏服なんよ。気づいてた？気づいてた？めっちゃ動きやすいよね、これ。そう、めっちゃ動きやすいよ、夏服。そう、夏服でね。久しぶりやん。夏服もめっちゃ久しぶり。めっちゃ太ってる、俺。めちゃ太ってるやん、これ。ラスカル真帆さんがね、書いてくれたんやけど、沖縄も梅雨明けですねーって、あ、沖縄も梅雨明けてんねや、すごっ。ありがとうね、これ。ありがとうね。よっこい、翔太郎さん。アスカのこの顔。めっちゃおもろい。これあれやん、これ。これあれや、これ。よく、タマーさんがやってるやつや、これ。タマーがやってるやつや。アスカー、スイカ半分こしようって。スイカから俺出てきたらおもろいよな、これ。なになに？しゃっくり？しゃっくりした？俺。いつした？忘れた？いいや。最後に。これ見てー、スイカ。スイカのね、これ作ってくれたんよ。チャンさんがね、作ってくれたんや、これ。見て見て。これすごいよね、これね。シャンパートにもなるからね。ふらふらふら、見て見て見て、ふら。ふら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 。シャンパートにもなんのよ。あとはね、スイカでね、なんでさっきもね、アスカのね、配信の時お風呂で冷やしたかというとね、そう、洗面所とか、洗面所、台所とかにスイカやっぱ置いといたら皿洗いとかすんのに、ちょっとあれやから、お風呂で、ちょっと湯船ってでかいやん。だから、湯船に、水を張って、氷入れて、スイカをね、ボンってね、そうそう、置いといたんよ。やったらね、やっぱりちょっと、なんていうの、スイカも冷えてるんかなと思ってね、俺もね、一緒に入ろうかなと思って、入ったらね、めっちゃ冷たかったんよ。そうそう、めっちゃ冷たかったんよ。そのスイカをね、アスカが食べたんやけど、俺の、そうそうそう、エキス言ったらちょっと、あれやから。そう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 。じゃあ、終わりたいと思うんですけども、そうそうそう。みんなにね、みんなって言ったらね、おやすみんみんゼミって言ってほしいんやけど、いける？いっせーのーせ。みんなー、おやすみんみんゼミー。バイバーイ。君たちバイバーイ。